はい、どうもー、はい、どうもー、工藤と月山で観音日和です。よろしくお願いしまーす。僕たち二人とも一緒に修行を積んだ本物のお坊さんコンビで漫才やっております。皆さん、さから始まる言葉で人が一番してはいけないことは何だと思いますか？賽銭泥棒でしょ。そうです、殺人です。恥ずかしい絶対そうだもん、ね、賽銭泥棒が憎すぎてつい昔から探偵物が好きで探偵さんになってみたいなって思ってるんですよ。お坊さん探偵、人を信じたり疑ったり忙しい、向いてないと思うよ。お坊さんにしか、お坊さんにしか解決できない事件があるんです。そんな事件ないよ。じゃあ今から僕が探偵やるんで容疑者やってもらっていいですか？容疑者、葬儀者じゃなくて容疑者。葬儀はやらないよ容疑者ね。今回解決する事件は新海和尚殺人事件、赤く染まった木魚、狂気木魚、ポクってポップな亡くなった新海和尚を殺した犯人はこの中にいます。容疑者はこの中にいる3人のお坊さん。全員お坊さん、お坊さん接種確定だ。まずは浄土真宗の田中さん。浄土真宗の田中さん、あなたはこの時間お寺でお経を唱えていたそうですね。なるほど。そして浄土宗の佐藤さん。浄土宗の佐藤さん、あなたもこの時間お寺でお経を唱えていたそうですね。なるほど。そして真言宗の月山さん。僕、あなたもこの時間お寺でお経を唱えていたそうですね。全員お坊さんだから同じ生活を送ってるそしてこの時間このお寺からお経と木魚の音が聞こえてきたと参拝者の方も言っています。全員に可能性が。そして犯人のものと思われるこの数珠、そんな握って大丈夫？指紋とかさ目撃者もいるんです。目撃者、仏様は全てを見ていました。見ていたんですよね仏様、見ていたんですよね仏様。仏様が黙秘してる。全ての方に平等だ。くそ、どうしてお寺で人が亡くなってるんだ。結構あるよ、ほぼ日常だよそれは。狂気の木魚、浄土真宗、浄土宗、真言宗、そうか。探偵がひらめいて、こう数式書くシーンとかあるけどね、なんで毛筆で書いてるの？振り付ける時間がもったいないでしょ。なんで関数字で計算するの？コスパ悪いって計算の。あ、もちろんトンチも使って。指増やすとパワー増すの。頭皮マッサージみたいになっちゃってるよもう。謎は全て解けた。犯人は月山さん、あなただ。なんでですか？浄土真宗の田中さんを。月山さん、浄土真宗は木魚を使わないんですよ。確かに。浄土宗の佐藤さんを。浄土宗はこの数珠は使いません。もっと二つの枠がつながっているようなやつです。くそ、探偵がお坊さんじゃなければこんなこと知らないのにだって和尚さんは天仙国さん、和尚さんは修行修行って言うけどあんなのただのパワハラですよね。全部分かってくれてるお坊さんの悩みを。だからって和尚さんを殺していいわけないだろ。すいませんでした。ちょ話し合わせて、あんまりお坊さんがお坊さんを胸がつくとこを見せたくないなあなたは一生この十字架を背負って生きていくんですよ。くそ、お坊さんなのに十字架背負うなんて警察だ。警察がお坊さんに銃向けていいか悩んでる。なんか申し訳ないな。つけ、これからいいことなんてたくさんある。いいこと、刑務所の飯肉が出るぞ。やったーってならないですよ刑務所に仏像はないが不動明王のタトゥーを入れてるやつもいる。拝まないですよタトゥーなんかも抵抗しませんって。もうすごい、ガチャ、しっかり反省するんだぞ。はい、手錠つけられても合唱ってできるんだ。素敵だな。皆さん、この世には隠しきれないものが3つあります。太陽と月、そして真実です。お釈迦様の言葉だ。幸あれ。どうもありがとうございました。